ゃ鼻くそに意地悪してました。2点ともきです。太一です。今日は第71回札幌雪まつり来ます。今映ったのが札幌のシンボルマークのシンボル、なんつうの、炭鉱、まあまあ、スポットテレビと来ました。ちょっとね、見どころがねいっぱいあるから僕らで紹介していこうと思います。カニとか食べ物、雪像をさらっと紹介したいんで。どういう人に来てほしいですか。やっぱり行こうかな、どんな感じかなって人多いでしょ。海外の人とかもね。なんたって北海道は11年連続魅力的な都市ナンバーワンですから、その目玉の祭りだから、これはもうぜひ世界中の人から来てほしい。で、魅力ながら我々がね、多分何も問題で、ね、何も問題けど、ちょっと今回は紹介だけパッとしていきたいかな。さあ行きましょう。行こう。はい、2丁目入りました。まだね、これ2丁目はね、全然雪像ない。1、2はご飯なのかな。メインはねサロフェットです。我々の医療部、今日寒いからちょっとね、上着てるけどね、ちょっと色はなんかかの有名なフラノー君です。じゃあ、ファンです。ありがとうございます。ね、厚沢部長のフラノイモです。コロッケ人気です。ありがとうございました。お、あら、ピカリック、おいしい、あら、おいしい、very おいしい。じゃあちょっと鹿肉買ってみる。じゃあ鹿肉一つ。はい、 thank you so much。 ジビエね、北海道ね、鹿肉ね。 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ陶器から。これが鹿肉です。美味しそうだね、肉見して。めっちゃ震えてるしね。食リポ大事だからね。どう、まあ、ちょっと癖あるんですけど、まあ、牛肉っぽい感じですね。美味しいです。豚が鹿食ってますよ。あ、ビーフシチューっぽいね、匂いはね。あったまよー。やっぱちょっとね、癖あるけど、この癖がちょうどいいわ。なまらうまいってやつです。せっかくだからいろいろ食べてほしいわ。あ、これゴールデンカムイ、今人気のね。めっちゃ見てるけど、これもね、やっぱ一つ北海道のね、いいとこだから。アイヌ文化っていうね、これもやっぱり後々流行らしていきたいよね。認知してってほしいね。3丁目、行こう。ちなみにクイーンのフレディ・マーキュリーと誕生日が一緒なんですよ。We will rock you。 ほら、もうすごいじゃん、ライトアップが。マジマライサポを使用するチームパック。競技じゃないんだね、なんかアトラクションあれですかね。 5、4、3、2、1。 さあやってこいライダーたち。さあまだまだやってくれ。ちょっとツイスタースプリント、そしてバックフリップ。ありがとう、拍手。やっぱマスクの人が多いですね、コロナウイルス流行って。来ました、4丁目会場。ここから雪像ゾーンです。これ知ってる、スーモ。スーモくんですね。ああ、スーモさん。似てん、全然おんない。色、欲しいな。お前のよりスーモだった。はい、出ました。普段ね、これ、これ食べる。お前ラーメン好きでしょ。大好きですね。手鹿がラーメンめちゃめちゃ有名。あ、そんな、お小遣い減らした。あら、じゃあもう食はトモキに任してるから。じゃあラーメン、ラーメンですかね。ブクブク太るわ、混んでる。全部のせい味噌、今に行きます。ラーメンはね、札幌のね、やっぱり人気の食だから、ぜひ食べてほしい。はい、お待たせしました。全部のせい味噌ラーメン、味噌を溶かして。全部のせい味噌ラーメン、おい、うまそう。似合うわ、似合うな、お前やっぱり。うまっ。寒い時期にはラーメンですね。弱い、北海道といえば弱いんだよ。食リポが弱いんだよ。うまい、なまらうまい。出ました、困った時のなまら。汁だけ欲しいな、バッチ。そんな汚くない。コク、うん、うまいね、コクがね、あってね、あったまるわ。俺もうまないわ。食リポはまあこれから交互期待だから。プロジェクトマップ、ちょうどいいって来たんじゃない。マイナスね、4度ぐらいだからなかなか寒いわ。あ、プロジェクトマップ、アイヌ物語。そうだね、これアイヌだろうね、やっぱり。さっきやったけど、ゴールデンカムイでやっぱり今人気出てるから、ぜひご期待ください。オーボーオーボーオーボー、俺らいる。これすると突然、これムックリの音だね。バイバイバイって、アイヌの楽器っていう感じです。雪が俺らのテンションを猫杉持ってくる。今年はね、特に寒いわ。見て、積雪何センチいってる。豪雪したやん、誰の上に積もってんの。いきなり降ったわ、今年。
この間まで雪ほとんどなかったのに。タンクトップトップライスだもん。噛んだわ。寒いからやだい。お丁目。お丁目入りました。いやもう飯多いわ。スコブル、とにかく鉄道が見どころだからこれ。やっぱ人気だわ。ちょっとね、守備班以外です。ちょっと僕わかりません。守りません。あ、これがオリンピック。あ、マラソンね、札幌やるから。あ、うちの実家に紹介します。北海道の人はみんな家こうです。こんな感じです。あったかいんだよね、意外とね。全然冷たくない。いや、それマジです、めっちゃ冷たいね。カニとかホタテ、芋多いわ。味噌焼き、カニコーラ、ホタテ焼き。いや、美味しそうだな。牛タンで、デザート、ホタテ串。え、どうし、行きました。立釜ってなんだ。立釜は、タラの白子を練ったもの。練り物なんだ。もうそう、プリプリです。プリプリです。僕ぐらいプリプリです。食してもらっていいですか。したら食します。あ、いやいや、リコくださいじゃん。リコくださいタッチね、今旬だからね、釣りやるからさ。ありがとうございます。これ北海道のやつですか。そうです。めちゃめちゃ美味しい。ただわさび別になったらめちゃめちゃ辛いで、熱くない。熱くない。決めた。美味しい。うまいっす。立ち込んでもいいね、この季節ね。まあ500円安いわ。タラのドジ食べましょうか。地獄。はい。外国人の方たちも。はい。どっから来たんですか。アメリカン。チレ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 。You? あ、ジャパン。ジャパンですか。Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Thank you. Bye.ティーレってどこだ。ティーレの方たちです。ティーレの方たちです。ティーレという国があるみたいです。あるんですよ。立ち釜。立ち釜汁。めっちゃうまい。釜だから余計いいかもね。逆に。釣りやってる割にはちょっとコメント薄い。今ね、タラが今釣れてんのすごく。で、そのタラから取れる白子を練り込んで、かまぼこみたいにしてね。すごく美味しい。あんまないんじゃん。珍しいんじゃんから。あったまるー。おふくろの味だ。みんな若くてイケメンだわ。そうし、ありがとうございます。ありがとうございます。6勝目。こっからやっぱちょっと一足もね、まばら。飯多いわ。ウニご飯残り見て。これも見どころの一つよね、ね、北海道の。じゃあウニご飯食べる。ください。はい、ありがとうございます。美味しそう。でもウニ、セタナのウニだって。うまそう。セタナのウニご飯残しといてよ。ウニ今回から大通り会場にお越しの皆様にお伝えいたします。なまらうめん。弱い弱い、下手。食リポ俺がやってるの。かすみ、ウニな、ほとんど。え、ひどい、ひどいです。ウニほとんどないです。食べられた。美味しそう。5丁目、うん、丁目にご利用ください。薄い。はい、来ました、7丁目会場。もうね、体温が32度です。昼とかはね、また違った良さがあると思うんだけど、まあ夜は夜でいいんだけど。見て見て見て、マトリョーシカ、マトリョーシカ。なんと、ロシアの名産が売ってます。北海道に。あ、学校入れますよ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、すごいあるじゃん。まだある。いや、5個ですよ。5個、あぁ、そう。これが末っ子です。美人ですね。 Hello, how are you? YouTube. YouTube? YouTube. はい。うわぁ、うわぁ、うわぁ、Russian Matryoshka. 25 度。あ、だんだんね、雪像入ってきたわ。来ました。これ何ですか。ポーランド。広場ですって。なんか友好関係あんの。一人仲間が増えたんで、旅の。え、買ったの。はい、怖い、やだ。25度。一緒に変なやつ旅に行きましょう。25度。変なやつだわ、お前。大体北海道のお前。じゃあ俺あれ買う。俺これ買うんだ。ウニカラス。ウニなのかカラスなのか。こっから8丁目です。うん、これ何。ハツネミク。ハツネミク。これハツネミクなの。これ何。これ何。ハツネミク家や。うわ、うまそう。ホタテバター醤油。やっぱチーズハットク人気なんだな。アスパラベーコン、ジンギスカン、カルビ、タラコ、トマキ。行きましょうか。何やねん。ちょっと待って、待ちに待った。雪祭りといえばマジで雪像だから。ほら、噂のチーズ大豊作。僕は知りません。何なのね、これ。10万馬力だ。フェニックス、お薬もありますよ。そう、それはカットで。ちょっと盛られてるよね、鉄道。うん、雪かぶりすぎて。こっちなるともうだいぶ疲れてる。お題がバイトする豚だから、だいぶ荒くなってきてる。バイトする豚ってもうここにいるかね。うわ、バイトリーダー。見て、衝撃。皆さん、これ何だと思いますか。ミッキー。毒食った。
たミッキー。これイエティです。ラグビー。伝説のユーマー。イエティです。あの雪山でこれ見たら逃げてください。まあでもね、フォローじゃないけど難しいからこれを作る。ちょっと待って、これシーさんだいぶ疲れてるよね。これキバーなの？鼻水だと思ってんの？いや鼻水だ。リーチマイケル。スクラム組もうよ。やっぱラグビーが多いですね。ヒカキンの説明。あった。ヒカキン、あそこでヒカキン本物来たんだよ。そうなの？ヒカキンって来たんだ。でももうね、終盤とかだいぶね、仏像も雪かぶって何がない溶けていく。クライムね。なんとかね、寒いから。これも一つのね、やっぱり北海道の良さでもあるんだけどね。入れてみたりして、うわもう謎だらけ。ベートーベンが急。あ、そういうこと。大工大工か。ヒカキンだ。これはクオリティ一番高いんじゃない。上手だな。はい。といったわけで今日一日雪祭り回りましたけどどうでしょう。伝わりましたか魅力。伝わってないでしょうね。だと思います。雪の量だけ。ちょっと今日豪雪だから実力の 20% も出せないわ。まあこれに懲りずにまた見てください。再現。バイバイ。